n g c 6 3 0には、サソリ座にある双極性の惑星上星雲である。その形からバタフライ星雲とも呼ばれる。星雲中の構造は、これまで惑星上星雲で観測された中で最も複雑なものの一つである。スペクトルにより、中央の恒星の表面温度は20万系を超え、この銀河の中で最も熱い恒星の一つであることが示されており、 形成の元となった構成が非常に大きいものであったことが示唆されている。中央の構成は白色矮星で改良されたハップル宇宙望遠鏡の格子屋カメラ3を使って近年になって発見された。構成の現在の質量は約0.64太陽質量であり、周囲にガスとゴミでできた非常に密度の濃い円盤を持っている。この密度の高い円盤により、 構成から流れ出る物質は砂時計のような双極構造を形成することになる。この双極構造は様々な興味深い構造を示す。この天体はニュージェネラルカタログに含まれているため少なくとも1888年以前から知られていたことになる。NGC6302 に関する最も初期の研究は1907年にこの天体に ついて記述したエドワード・エマーソン・バーナードのものである。その後、この天体は多くの研究の対象となり、様々な興味深い性質が示された。近年の研究の興味は、星雲の霊気の気候から大量のゴミ成分の性質に移ってきた。2009年9月にハップル宇宙望遠鏡が最後のサービスミッションを開始してから、初めての撮影対象の一つとなった。 NGC6300 には2つのローブを持つ双極構造で禁じされる複雑な形態を持つが、この2つのローブは全段階の一度の質量喪失に由来するという証拠がある。星雲のくびれ部分の暗い線はすべての波長で中央の構成を隠している。観測により、メンゼル3で見られるような直行するスカート状の構造が存在することが示された。 星雲全体は12.8度傾いている。NGC6302 の北西のローブは中央の構成から3、0の範囲に伸び、約1900年前の爆発により形成されたと推定されている。この星雲には、その壁が正確にハップル型のアウトフローに従った円形の部分を持つ。中央の構成からの角距離1、71の地点では、 このローブのフローの速度は秒速 263km1 と測定される。ローブの災害塩部では外向きの速度は秒速 600km を超える。ローブの生誕ではこの領域でアウトフローを変質させるガスの昇級の衝突の痕跡が見られる。基地の構成の中で最も温度が高いものの一つである。この成分の中央の構成は その高い温度により主に紫外線を放射しており、またゴミのトーラスが特に紫外線域の大部分の放射を遮蔽していたため、さらに明るい背景放射のために、かつては検出されなかった。ハップル宇宙望遠鏡による最初の撮影では見つからなかったが、改良されて解像度が向上した格子やカメラ3によって暗い恒星の存在が明らかとなった。温度は約20万 K。 質量は約0.64太陽質量であることが示された。恒星の元の質量はもっと大きかったが大部分は惑星上成分が形成された際に放出された。恒星の温度と高度はこの恒星がすでに核融合を停止しており1年に1%ずつ暗くなりながら白色外星になりつつある途上にあることを示している。星雲の中央で目立つ暗い線は 計算塩の結晶、水の結晶、水晶の複合体から構成されるという得意な化学組成を持つ証拠が得られており、また太陽系外で初めての炭化水素の存在も示唆されている。水のない環境では炭化水素の形成は難しいことから、この検出については未だ議論されており、結論は出ていない。NGC6302 で検出されるゴミの最も、 興味深い特徴の一つは、計算塩等の酸素の豊富な物質と多管法鉱族炭化水素等の炭素の豊富な物質の両方が存在することである。通常の構成は、酸素の豊富な物質か炭素の豊富な物質のどちらかのみで構成され、前者から後者への変換は、構成大気における核変換や化学変化によって、構成の進化の末期に起こる。 n g c 6 3 0には炭化水素分子が酸素の豊富な環境で形成された天体のグループに属する。ありがとうございます。